This is the Research Institute of Electrical Communication at Tohoku University, where we research and develop dreamlike technology that supports our communication. A bridge to the future. It was the year 1935. The Research Institute of Electrical Communication, REIEC, was created to open up new possibilities in communication ahead of its time. Our goal was to research the theories and principles of electrical communication and their applications. From television antenna, semiconductors, and disk drives for computers, and optical communications that drastically sped up the internet environment, REIEC put forth a wealth of innovative research that has led the world and developed the base for much of modern telecommunications. Now we work day and night on research developments to bring about more human communication. Electrical communication technology is a key to a bright future. REIEC consists of four research divisions: information devices, broadband engineering, human information systems and software, and two research facilities, laboratories for nanoelectronics and spintronics, and brainware systems, and research center for 21st century information technology. The Information Device Division, developing research on next generation information communication for electronic devices that support the future infrastructure of the information society. 私が今研究している夢の素材グラフェンは他の素材よりもより電気を何倍も流すという性質を持っています。将来の夢としてはこのグラフェンを使って電子デバイスを作って社会をより豊かに便利にすることです。半導体の研究をしています。特に半導体の結晶の研究をしています。皆さんがお使いになっている半導体の装置はこのようなシリコンの結晶からできています。例えばこの携帯、とっても便利ですよね。もしこれが普通に持ち歩いて、歩いてるだけで普通に充電できたら便利だと思いませんか。もっともっと早く動く装置、例えばハイビジョンムービーをダウンロードするのに私たちの研究が実現すれば1秒間に10本もダウンロードできるようになるんです。そんな研究をしています。半導体デバイスを解析する技術といいましても、いろんな技術がると思うんですけども、私たちが行っている研究は、技術の基盤になる技術の研究ですので、デバイス開発に限らずいろいろな研究開発において、私たちの技術が使われるというような、そういった世の中が生まれたらいいなと思って研究を進めています。私どもは、当研究室オリジナルの、操作型視線経由電池顕微鏡という世界に1種類しかない顕微鏡を駆使して将来の電子デバイスにつながる研究を行っております。原子レベルで動作する、電気的なデバイスを開発する、さらに超高速で微細な電子デバイスに私どもの評価装置が使われて高性能で、高密度な記録が実現できるということを目標にいたしております。私は脳の機能を模したハードウェアの研究を行っています。これは物の動きを人間と同じようなやり方で認識することのできる LSI の試作品です。将来的にはこのような LSI をロボットや自動運転車に搭載することで人間と同じような空間認識機能を持たせることを目指しています。人と共存して一緒に仕事ができるようなロボットを開発したいと思っています。我々の研究室では、新しいコンピューターを作るための半導体集積回路の研究を行っています。特に製造方法について精力的に研究を行っています。かつては今のコンピューターというものが人の知能を超えるようなことはなかなか想像しにくかったんですけど、そういったことが近い将来に起きるのではないかと、SF の世界で起きていたことが今は現実になりつつあるということです。今の我々の研究をさらに進めることで、真の意味で知能を持った計算機を実現できると考えています。The Broadband Engineering Division, leading the way in innovative broadband communication technology that combines optical communication with wireless.
最先端の通信技術を勉強するため実験に来ました。世界中の人とつながる超高速通信技術で世界中の皆さんの笑顔を見たいです。今ですね、光通信というのはいろんな分野で活躍しています。例えば高精細画像ですね、医療で遠隔医療というのも瞬時にできます。空間多重という技術を使って今まで誰も成し遂げたことがないような3つの技術を組み合わせて1000倍の容量を実現しようと頑張っています。私は屋外のスタジアムや駅前などをターゲットに混雑時でも高効率な通信ができる無線 LAN の研究を行っております。単一の無線システムだけではなく、ユーザーが複数の無線システムを使っているということを意識することなく、いつでもどこでも誰とでもどんな情報でもやり取りができる、そんな未来を目指しております。ワイヤレス通信、すなわち無線通信の研究を行っています。無線通信はスマートフォン、携帯電話、衛星通信まで、さまざまなところで使われています。我々はですね、ここに使われているシステム、それからデバイスの研究開発を行っています。衛星通信も含めてですね、必ずどんな時にでも外に発信できる、安心で安全で信頼できる無線通信のシステムを開発していこうというふうに思っています。My research focuses on utilizing graphene's extraordinary electro-optic properties to develop compact and coherent terahertz sources. And if we succeed, these devices will be able to emit as well as detect terahertz radiation at room temperature. What motivates me the most for my research is the unique and valuable properties of terahertz, which can impact people's life a lot. 私どもの研究室では、テラヘルツという、これは光とそれから電波の中間に位置する未開拓領域と呼ばれる電磁波領域、ここで動作する新しい半導体デバイスの研究開発を行っています。これができますと、本当に光通信と無線通信が完全に融合することができて、夢のような情報通信技術が実現できる可能性を秘めています。これを実現することこそが、私どもの目指す将来像であります。The Human Information Systems Division, creating systems for easy communication in any environment and trying to bring about the ultimate in unconscious communication. Sonar をはじめとする私たちの感覚情報処理システムは大変高度で複雑です。私たちはこの仕組みを明らかにし、システムへの応用を目指しています。例えば3次元音空間について考えてみましょう。私たち人間は2つの耳に入ってくる音信号だけではなく、視覚あるいは自分が動く感覚、そういった五感をフルに活用してふんだんに光学に応用してやれば、将来の3次元音空間システム、あるいはさらにそれに映像あるいは動きといった情報が入ってくるマルチメディアシステム、それを今よりもはるかに臨場感の高いシステムとすることができます。私たちはそんな研究に取り組んでいます。僕の研究は、ナノスケールで磁性材料を複合することで既存の磁性材料の特性を大きく向上する新たな磁性材料を開発することです。僕の夢は複合構造をナノレベルで制御した制御技術を開発することです。これにより開発された材料をデバイスなどに応用し、社会のさらなる省エネルギー化を進めたいと思っています。私たちの研究は磁石を使って物を動かすものとセンサーとして使って何かをセンシングするもの、その2つに大きく分けられます。例えばこういったクリップを磁石にくっつけると、このビニールの反対側からこのクリップを動かすことができます。皆さんよくご存知と思います。でもこれをこのようにくるりと丸めてビニールを人間の体と思ってください。そうすると外から磁石の力を使うと、あなたの体の中で何かを動かすことができるんです。磁気を使うと人間の体でロボットが動いたり、そういったものを通じて医療や福祉の世界に僕たちは貢献していきたい、そういうふうに考えています。私が特に興味を持って行っている研究は視覚と触覚に関わる研究になります。今の情報コミュニケーションは視覚と聴覚に関わるものが多いので、ここに触覚を組み合わせて
さらに視覚と聴覚ではできなかったようなより人に訴えかけることのできるメディアが作れると思っています。私たちの研究室では人間が物を見る仕組み、視覚情報の脳内処理のメカニズムについて研究しています。現在非常に注力して研究しているのは注意に関する研究、もし注意による情報処理のメカニズム、また注意を向けなかった場所の無意識の処理メカニズムというのを理解することができれば、今までにない全く新しいタイプのコミュニケーションツールの実現できるのではないかというふうに期待しております。The Systems and Software Division, creating a richer life with a safe and secure software infrastructure and system technology that harmonizes people, society, and the environment. Human computer をうまく協調させ、人にとって楽しく快適な環境を実現できる技術を研究開発しています。そのために我々は心理学なども活用して、人の行動をしっかりと理解するところから始めています。それに基づき、人とコンピューターをより高いレベルでコミュニケーションさせることができる新しい技術を創出しています。コンピューターの上で動くコンテンツ、それを使う人、そしてこれらの間にあるさまざまな入力と出力のインターフェース、それらを活用するインタラクション、さらにそういったものを全て取り巻く場や空気といったものまでも含めてインタラクティブコンテンツの研究を進めています。この研究を通して世界中の人々の生活をより豊かにすることを私たちは目指しています。コンピューターの性能はすごい勢いで向上しておりまして、現在のさまざまな生活に役立てられています。今までのコンピューターは人間の道具としての役割が大きかったと思っています。それに対しコンピューター自身が人間のように判断し知識を蓄える、そういうふうにすることによって人間とコンピューター同士がお互いに知的活動を助け合う、そういった新しい未来の形を作っていきたいと思っています。我々はですね、待機電力ゼロの集積回路を作ろうと思っています。とにかく無駄な電力を消費しない集積回路って、そういうのができて初めて人間の機能を一部サポートしてくれると、いわゆる24時間365日人間に代わって見守ってくれるようなコンピューティングパラダイム、人に優しい世界が、コンピューティングの世界が広がるというふうに思っております。周囲の状況を認識して自ら自律的に判断して行動する知的なソフトウェアロボット、エージェントの研究をしております。例えばネットワークにつながったさまざまなセンサーやロボットをエージェントが操り、建物に侵入した不審者を発見撃退してくれる、そんな安全安心に社会を支えるための賢い情報システムの実現を目指しています。私どもの研究は、インターネットに代表されるネットワークが作る環境がありますけれども、そこで動くシステムとその応用に関する研究をしています。最近は特に自律的に自分自身で考えて動作する処理体、それを我々エージェントと呼びますけれども、そういうエージェントを使った楽しく安全に暮らせる社会を作っていきたいというふうに考えています。私は新しいプログラミング言語を作っています。コンピューターを使いこなすためにはソフトウェアが必要です。ソフトウェアを作るためには人間の気持ちをコンピューターに伝える必要があります。新しいプログラミング言語を作ることで、僕らのこの気持ちをコンピューターにより早く、より正確に、より豊かに伝えることができるようになるはずです。私はプログラミング言語とデータベースの研究をしています。その理論、それから実装技術、さらにそれらを使って実際に新しい言語の開発をしています。我々が目指している新しいプログラミング言語は、膨大で複雑なソフトウェアを効率よく、しかも誤りなく記述することを可能にするものであり、それは我が国や世界のものづくり産業の基盤となる技術であると考えています。The Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, promoting research projects that concentrate the world's intelligence with electronic communication, as a COE of Nanoelectronics, Spintronics, which supports electrical communications.電子の電荷とスピンの両方を利用して
これまでにない新しいデバイスについて研究をしています。そして究極のエレクトニクスの未来を目指します。私たちは電子のスピンと電荷の両方を使ったエレクトロニクス、スピントロニクスといわれる技術を研究しています。それによって世界の半導体集積回路がより高性能に、より低消費電力になる新しいパラダイム、新しい世界を世の中に見せることに今熱中して研究しています。そして若手の研究者、学生と一緒に今その冒険を一歩一歩前へ進めています。The Laboratory for Brainware Systems, making computers whose memory, learning, sensing, and association operate like a human brain. 私たちのロボットは生きています。なぜならば、表面的なことを真似るだけではなく、その奥深くのからくりまで探っているからです。将来はどちらが本物で、どちらがロボットか、わからないようなロボットを作りたいと思っています。生き物はですね、このダイナミックに変動する自然環境ですね、実世界環境の中を生き生きと、そしてしぶとくタフに動き回ることができます。で、我々はその生物が持つ優れたからくりを、見つけ出すためにですね、理解するためにこういった蛇型のロボットですし、昆虫型の六脚のロボットがあります。で、こういうロボットを作りながら、いろいろとからくりを調べています。生物学とロボットが融合した新しい学問、そういうのを、作っていきたいと、そういうふうに考えております。 The Research Center for 21st Century Information Technology promotes industry-university collaborative research, aiming to bring the already developed accomplishments of world-renowned research to practical application.It works to develop practical uses of technology to make our everyday lives better through accomplishments such as the development of next-generation mobile internet terminal and the development of ultra-small mass storage hard disks. We promote research and development that aims for more human communication with a unified system that integrates everything from basic technology of material and information sciences to devices, circuits, architecture, and software. Our institute also boldly works at combining with and spreading to other fields with the Tohoku University tradition of a spirit of practical science. We make a bridge to a brighter future through the pursuit of knowledge and its contributions to society.